アメリカにねえー、戻るのが十一、えー、日とか十二日あたりなのかな？うんうん十一日。もうだからそのうんアジア外交が終わって、うん、戻ってきた頃から、うん、年末にかけてどうなるかなとかね。う,ーんねうんねもうこの年末平和に過ごしたいけどな。あのー、ずっとしばらく、うん、それまであの。 どんどんロケット落ち込んでた北がここのところ、ね、長い間あの不気味不気味な静けさがある。そうなのよ、そうなんすよ。これがなんか嫌だよね。本当にね。うん、まあ何が起こってもおかしくないようなあの状況ではあるけど、まあね、あの無事に何もなくねあの、うん、終わってほしいね。 本当にアジア外交ね。うん。本当に。いやでもあの裏のね話とかやっぱ聞くと、さっきのその機材の話じゃないけど、本当にすごいあの人たち動いてんだなっていうの分かるしね。うん。そういう裏情報ちょうだい、陸さん。もっとちょうだい。いや俺はいろんなだからまあ同級生が。 あの風な基地で働いてるからそこから情報を得たりとか、うんね、いろんなところをこう情報を取りに行ってるからさあ<ー>あそういうのを知ってるんだけど、うんまあ、一般的になかなかね、あのー、知られてはないかもしれないけど、うん、そこまで万が一とか、うん、もしもこういうふうになったらっていうところも全てフォローできるようになってるのがうん、うん、やっぱりそれだけねあの国の。 ちょう渡する大統領のねうん、うん、やっぱそうだよね。周りの人たちの準備があるんだよね。そこまで厳重にやっちゃいますよね、うん、やっぱり。こう、まあ、あのー、今年だったかな。えっ、ー、と、サウジアラビアの、ね、うん、あの。王様っていうか、あの、皇太子が来たじゃない。はい,はいはいはい。千人ぐらいで。うん,うん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 。褒め <laughs> てる。はい。あれ、もあの、専用機で来たんだけど。うん、あのー。 エエススカカレレーーーターも持っっててきたの知ってる金の知る金それは分かんないあのでっかいあの普通飛行機から、うん、あのタラップ降りてくるっていうのは階段階段の車が来て、うん、車を飛行機に横付けしてで階段から降りてくるじゃん、うん、あ,あいつらは、うん、アサウジアラビアの王子様たちは、うんうんうん あの別の飛行機に、うん、大型のあのエスカレーターを運んできたわけそれを飛行機の横につけてエスカレーターからビーって降りてきたからねそれは何の意味があるの金のエスカレーターいや必ずそれが良かったのかうそういう技術もあるよ儲かいもあるよあううみたいなうんう <ん S 1> そういうのは見のえ どうでもいいよねどうでもいいよね。どうでもいいどうしよういやいやあの障害者だったらわかるよ歩けないからって言うんだったらわかるけどうん普通に歩けるんだよ<や> <laughs> どうしようマジどうでもいい <laughs> やばいねいってこいサウジアラベイみんなちんだみしたいよ <laughs> <laughs> 本当にあら 私がもう少しよかったらみんなチンダミしてるよあの内地の人はチンダミ意味わからない <laughs> そっかそっか調べてくださいチンダミ <laughs> いや出てくるかな <laughs> 出てくる出てる出てくる出てくる出てくるあのチンダミをぜひね調べてみてくださいでねこのねあのまあさっきさっき入ってきたニュースなんだけど、うん、そのサウジアラビアの今あの、えー、サルマン国王っていうのがいて81歳かな、うん えー、サルマン国王が、えー、自分の息子にあたるのかな、あのムハンマド王子、えーうん、日本に来たね、うん、ムハンマド王子が32歳なんだけど、はいえー、そのムハンマド王子に、えー、サウジアラビア国内の不正とかさ、汚職とか、そういったのを、まあ、一掃する、えー、責任者、委員長に任命したわけよね。うん その32歳の歳王子に年明、うん、した直後に50名ぐらい逮捕されてるわけ<っ>いろんなあの、えーまあ、こ国王だけど、うん、いろんなこの家系図があってうん、うん、王子様がいっぱいいるわけ、うん、でその王子様の人たちは、うん、次の国王とか狙ってるわけそういう次期、あのー、国王とかそれの あの狙ってる人たちもいっぱいいたり、うん、そのえまあ日本でいう大臣クラスの人とかもね、うん、こうやって関係者もいっぱいいるわけ、うん、敵対してるそういうね国を動かしてる人たちね、うん、その人たちが一斉に50人ぐらい逮捕されてるわけなんでだから汚職事件とかいろんな<ー>、えー、そういうのがあるからってことでうん、うん、もう ほとんどの人がそれやってると思うんだけどさ、うん確かにね、うん、その日本に来た、うん、そのムハンマド王子、32歳に、うんえー、その委員長として任命された、うんえー、その翌朝に50人がすぐ逮捕されてるわけ。うーんすごいよね、うん、<laughs> その逮捕された50人の中にみんなすごい金持ちだわけさ。はははいはい、はい ね、うん、サウジアラビアだから、うん、あの王子様とかその閣僚連中というのは、うん、その中には、えー、総資産2兆円の人も入ってるわけです 2>, 2兆円,2兆円対,応対応された中にだよ、うん、だそういうのも没収するのかどうかはままあまだえこんなのってさっき夕方に入ってきたこれニュースだから、うん、明日またいろんなところで。えー 明らかになると思うんだけど、うん、個人資産が2兆円ある人もこの50人の逮捕者の中に含まれてるって聞いたからびっくりしてさ。へ<ー>あの 2>, 2兆円って知ってて知る2兆円聞いたことあるあ1万円札が何枚ある2兆枚 <laughs> <laughs> もうね分からん意味が分からない <laughs> 2>, 2兆枚聞いたことない言葉だな意味、ねうん、分からないのに9999億円の、うん、次が1兆円だよねうん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 ねの1億円でもみんなびっくりするさ、うん、9999億円 うん、プラス1億円が1兆円だよ,、ね、待ってよ頭痛くなってきたちょっとあまあまあえじゃあ2兆円って1万円札何枚なの <laughs> だから2兆前だろでしょ <laughs> <laughs> もう意味やからん 2>, <laughs> 2兆前ってかまじ意味やからん何か豆腐みたいだな豆腐切るいやだからもう,そのもうはるかもう民間の人のこの次元超えてるからさあのサウジアラビアっていう まあ石油でね、うどってる国かもしれないけど、まあ、でも、実はもう、これこういうのわかんないからね、アメリカもどんどん石油、新しくね、どんどん発掘されてるし、そういうところからもう、石油取らなくなったし、で、まあ、新しいあの燃料も開発されてるから、そうですねううんそいう、まあ、まだまだうってるかもしれないけど、 そんななに長くは続かないよねうもう日本もあのー、燃料開発新しい燃料開発っていうのはもう世界,、ね、世界一に進んでるからさ、うんうん、逆に日本が新しい、あのー、技術開発で新しい燃料を発掘して、うん、あのー、燃料の輸出大国になるかもしれない<ー>そういう時代が来るかもしれないってことだから。 あの楽しみなんだけど、うん、あえっ、ー、ともう四十一分なってるから一旦ね、あの、はい、コマーシャル、えー、入れてから、えー、後半続きたいと思います。はいね、ありがとうございます。いつもいつはもありがとうございます。ね、聞いてくれて。えー、もう高松まりさんのところはだいぶ寒いのかな。いやもう寒いんじゃないですか。沖縄でこれだったら、ホントなんて。えー、どこ出身だっけな。えっと。 あれ北海道あ北海道じゃないかない、うん、そうあ福,福岡あれ嘘福岡じゃないよね高松マリさんのところもだいぶもう冷え込んできてると思うんだけどあれ北海道じゃなかったっけ違かったかなあそっかそっか前一緒に、うん、あのー、あれか弁護士かなんか目指してる方そうだそうだ <laughs> あ車の中 <laughs> そうなんだあ移動中なのかな家までのね最近はちょっと終わるの遅いのかなあ兵庫かああはい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 えね今晩の「レッツ深呼吸」は,吸は、えー、久しぶりの「ビアガーデン B サイド」から、えー、お届けしてますけどはい ね、全然寒くないです。ぼくは。さあ、ちょっと肌寒いよ。あの、もうここいらで、え、一回、あの。綺麗な焼きを。ちょっとぐるっと。ね、ぐるっと。ぐるっと、ちょっとね。てもらいましょう。あの、カメラのね、えっと。精度はそんなによくない、もうちょっと上かな。あ、ね、え、じゃ。そうだね、そんなに良くないね。じゃ、いや、でも、見えるよ。まあ、まあ、まあ、うん、うん。ちょっと右側。 あ、これが、これがあるかな、観覧車。観覧車ね、ちょっと見えるかな。うん。うん。えー、ね。うん。あ、高松真理さん見えますかき、ね、こんな感じで、うんえー、夜景が見えてます。ね。はい。実物はもっと最高ですよ。はい、ちょっと高台にね、えー、この、えー。ビアガーデンがあるんですけど。うん、ありがとうございます。うますどうもありがとうございます。はい。まあ、あのー、今年もね、えー、あと何回。 えー、B サイドからお届けできるかわかんないんですけど、まあ新しくね、ちょっとあのフェンス側にアクリル板が、ね、貼られてますね、えー。かなりの予算かけて綺麗、うん、に巡らされてるんで、うんうん、北風がこうあの塞,塞いでるから全然風を感じないの、ね、今の。変わりますねこれだけでも、うん。だからこの状態だったら。 多分沖縄の冬だったら全然オッケーじゃないかなと思うぐらいさっきご覧になったあの夜景も見えるし、うん、えちょっと上着羽織りも着てうん、うん、で先ほどねオーナーさんと話してたんですけどここでカキ、うんあのー、を焼いたりとかさ。 いいね一応かき食べれないけどなんだろういいねあの煙がバって出るような魚焼いたりとかいろんな冬はそういうのやってもいいかも周りに迷惑かかんないからいいかも吹き抜けてるしさこういうのをねちょっとやったらどうですかみたいな感じでいね七輪とか前に置いて自分たちで焼いてみたいな感じでそあめっちゃいいこれがねちょっとねこのアクリル板 あることとによっってて可能性が出てきたな思いいですね冬はそのパターンでいいかも全然、うん、まあそのあってるし営業をね続けられるんだったら、うん、あの僕らもねこっちから続けたいなうん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 いいですね、うん、ちょっとあのガウンねかぶったら全然平気だもんね、うん、まあチー域は寒がりだからあれだけど。うん 寒いよじゃあ、りきさんがたぶん暑がりなんだよ、<laughs> ちか普通だと思う。だって、今日半袖、やばくない今日は全然大丈夫マジですかそういえば、あのー、えっ、ー、とね、先週の、うんうん、10月31日の、うんえー、ハロウィンのこの放送後に、はい、あの久しぶりにちかと飲み行ったじゃん。そうだけど、りきさん、ぐでぐでだったからね、もうね、<laughs> <laughs> もうあるとき、ちょっともう飲む気あんまなかったでしょ。 いいやいやあったおお結構 <laughs> 早,早飲みしちゃってたからいやそこで、うん、一旦最初飲んでから、うん、で番組に間に合いしてタクシーで来てそそうそうこの間が空いちゃってるからギリギリ放送ギリギリ何秒前にスタジオ入って、うん、でちょっとほろ酔い気分で1時間放送して、うん、でその後また同じ店に行って。うん あのハマグリ食べたり、あの近畿のね美味しかった。キンの魚うまかったな。うまかった。ね<え>、うん、あのハマグリもねびっくり、うん、あの安さ。でっかいハマグリで、あれ直径、えー、どのぐらいだろうな。直径5センチぐらいなのかな。リキさん何個食べた？ええー、6個か8個ぐらい食べたんです。<laughs> すごい、でもあ美味しかった。もう汁も残さず飲んだもんね。あのハマグリね、でっかいハマグリだけど。あの普通料亭じゃない、小料理屋みたいなとこ行くと。う一個多分二百五十円とか三百円。ね、そんなにするんだね。高いとこだったらもっとすると思う。うんうんうん。ちょっといいとこなると、四五百円するかもしれない、一個ね。はい、あれが。うん。ええ、一応。やばいさう。料亭みたいな小料理屋言ったら、そのくらいする、あのでかいの。 それがそれが確か75円ねえやばいさうまかったじゃんだからめっちゃ美味しかった汁まで飲んだもんだからあそこのああのま足立屋っていう居酒屋ロバタ居酒屋なんだけどもうすでにね人気店であのもう沖縄県内でも56店舗ぐらいかな結構ね見るようになりましたなんかあちこちで短い期間でも店舗展開してんだけどそこのハマグリが1個75円とか あのー、そんなに大量に取れる値段がねちょっと上がった時でも80円とかもう100円以上上がったの見たことないわけなるべく75円であの販売しようとしてるからこれがもう名物になっててだから足立入ったら必ずあのハマグリは注文する。うんで あ六個以上は食べるって決めてるし俺は多い時1 2二3個ぐらい食べたからだけどねあれは確かにもう飲みながらだったらもうたまらんあれはたまらん本当にそれが安い時からもうそうだね行く気持ちがわかる本当にあれ美味しかったハマグリもう場合によってはもうすぐ売り切れたりするけどその日は遅い時間まであったからさねその日はステーキが売り切れてましたねであそそこののステーうん あのー、名物っていうかうそこのもうあのー、超おすすめメニューの一つで、うん、あのー、牛牛ヒレステーキをたサイコロステーキにして、うん、本当にいい肉使ってるからそれが600円だよ。ね <laughs> 安いよねあれね多分1 5 0ムぐらいあるんじゃないかな十グラムを。 あのヒレステーキをサイコロステーキにしてカットして、うん、もやし炒めと一緒に出してくるこれも600円ハマグリが1個75円でしょ、うん、であキンキも、うん、普通あのでっかさのあの塩焼きだったらちょっとしたコリュリア料亭だったら、えー、2500円から3000円ぐらいする、ね、あんなにする、うん えあれ600円ぐらいじゃなかったあれも600円だったでしょねやばいさあとあの、えー、もつ煮込み、うん、だからこの、えー、はまぐりと、うんえー、ヒレステーキともつ煮込みが、うん、もう三大名物足立家の。 そうでできる人がもう毎日はないからかかた,、うん、たまにあったら必ずあき今日キンキやるっつったらもう食べたりとかするから元気キキ毎日はないんだ、うん、じゃちでしか運が良かったんだ焼き鳥のねあのセセリとかもうまいし、うん、やっぱりセセリアバイエモだったらないったセセリやばい、うん、マジあそこはだから安くてうまいし、うん で昼間からやってるからめっちゃ一杯でしたもんねでせんべろって言ってね1000円でアルコール類3杯と一品注文できるっていう1000円でこれだけね飲んだらまあまあいい感じになるから最高だよねあっちは確かにねやばいですねあらうまいですね毎週火曜日行くか 毎週毎週火曜日、ままああ月1回ぐらいは行きたいな、月2回、2、3回は行きたいな、会議会議しよう、会議。打ち合わせでいいね、あれは本当にでも美味しかった、全制覇したい。火曜日だからって言って、平日だから大丈夫だろうと思ったら大間違い、もう行ったらいっぱいだったじゃん。 出てくる時はそんなに入ってなかったけどうん、うん、でも向こうってあの11時昼間の11時とか11時ゃ11時ぐらいからオープンしてるからあのランチもまあまあ美味しくて、うん、でお昼からも飲む人は飲むんだよねでうん、うん、そこからバーってきてもう4時5時もう6時あたりからもう満杯状態になって、うん、外にまで人が溢れるからあの平日でも予約 したがいいんだよすごいねでもそれそうだねそれだけの価値はあるよ向こうは美味しかったしなんか行きたくなったなマジで今日は今日はあれだな来週多いよ目の前だからねねもう見てるでしょ視線をあっちしか見てないでしょ本当にこの正面の真ん前にあそこの夜景の中にあの足立屋さんがあるんだけどまた行きたいって思える店ですからね なぜなぜかハロウィンの日にね、あたち屋行って <laughs> あの、ベロンベロンまで飲んだという、あ人生送りバントさん、ね、横浜ね、あ今コインもありがとうございます、横浜ね、大健闘、本当に素晴らしかった、あの横浜が19年前に、うんえー、1998年、えー、28年ぶりに優勝したときに、そのときに、あのー、 えー、僕,僕ら、えー、ギノマンの商工会青年部の役員してて、うん、僕らがあのパレードをや,やったわけよ、うんあのー、優勝パレード98年の,、うん、あの大魔神佐々木がいる頃ね、うん、あれも楽しかったねで、えー、ペナントレース優勝間近の時も、はい、自分たちで、あのー、ステージを作って応援席で。うん ビールのケースを裏返しにしてそこに足場の木を置いてスタジアムみたいなのを作ったわけパブリックビューティブイングみたいなそういうのを作って応援してたわけでペナントレース優勝して日本シリーズも応援して優勝して大騒ぎになって。 もう手作りのね、うん、そういうのを作ってやって、うんなんかいいでですね、うん、で優勝パレードまであの宜野湾の馬、ま、式、うん、あの通りでね、うんうん、あのおオープンカーも、あれ何,何台だったかな、オープンカー20台ぐらい貸し切って、へ<ー>でそこに選手一人ずつ乗せて、うん、であの青年部のメンバーがあ運転手で、あのパ大パレードしたんだよね。 へすごいそれ思い出したね、1998年。人生送りバントさん、社長はどこですかって、すみません、ドタキャンです、社長、ドタキャンです、きょう、来週になったんで、そうなんですよ、あのね、高安社長は昨日ドタキャンの電話がありまして、さすがですよね、社長ね。 みんな分かってるね、うん、あの来週の出演になりました <laughs> はいよろしくお願いします、はい、来週またあのキャラであの、うん、出てきます登場しますのであのそうあのー、また先週ねはい、えー、あの番組の後あのー、行ったんだよあのー、社長の息子のところのソフトクリーム屋、はい、自分も行きましたよ、うん、はいあのお客さん連れて行ったわけおお<ー>うん すごい喜んでたよ。うん、本当仲いい感じですね。なんか可愛い感じで、落ち着く雰囲気出てますよね。え、高松まりさん、そういえばって何ですか。あ、社長がいないってことだとああ、そういうことね。高橋社長はあの、はい、はい。や、息子さんはブルーシールじゃなくてですね。あのヌチマースソフト。ヌチマースのソフトクリームがの店が奈良の国際通りの平和通りの中にできたんで、はい。そこにね、もう二度 うんね、行ってきました。ということで、ちょっとあの来週ね、あのまた、えー、高橋社長来ますんで、はい、その話も、ね、交えながら放送したいと思います。きょうもいろいろなツイキャスの調子も悪くて、ね、どタバタしましたけど、みきおさんはあの、まあ、そのうち考えます。ちと、はいう <laughs> ことで、えーね、また来週、ね、あのお会いしましょう。風邪ひかないでで、ねうん、また来週も元気で あのー、お会いしましょうはいそれではううさよならバイバイ、えー、下地道教のことあーいけるな,なんで下してるのかなでも